フレームアームズは、コトブキヤが発売しているロボットプラモデルのシリーズである。スピンオフシリーズとして、フレームアームズガールがある。フレームアーキテクトという共通素体に組み立て式の外装を取り付ける1100スケールのオリジナルロボットプラモデルである。フレームアーキテクトは広範囲な稼働とポージングが可能。パーツの接続部は一部を除いてートルに統一されており、 フレーム、外装ともに 3mm ジョイントが配されているため、頭部、腕部、胴体、脚部、武装などの改造、流用、自作、組み替えが自由にできる設定になっている。各製品に、組み立て済みのフレームアーキテクトが同梱されていることがあり、フレームアーキテクト単体で稼働させたり組み合わせて遊ぶことはもちろん、残りの製品パーツを組み立てて、手早く遊べる。 簡易性を持つ。2009年10月にシリーズ第一弾となるスティリット・トドロ・カミナリ・フレーム・アーキテクトを発売し、以後もフレーム・アーキテクトともに、後続シリーズやリファインを続けている。独立した装備シリーズである MSG シリーズとの互換性がある。ただし、企画当時は担当者関係で諸問題が発生し、 1> 第1弾からの展開がおぼつかない状態で始められていることがインタビューで語られている。各製品にはバックストーリーを同梱。公式には初期に設定した地上と月との戦いを下地にした二次創作という立ち位置を持ち、リアルロボットよりの機体、変定機構を持つ機体、量産機の様々な派生機、ヒロイックな機体、口のようなパーツを持つ機体など、 多種ようなバリエーションの製品が投入されている。スピンオフシリーズ、フレームアームズガールは、島田文香音が、フレームアームズを女の子に擬人化したイラストをもとに、立体化した、プラモデルシリーズ。フレームアームズと異なり明確な舞台設定は、存在せず、フレームアーキテクトの代わりに、各製品ごとに独立したスカラダを採用している。これらのシリーズは、プラモデルの垣根を超えた、 作品展開がされている。また、とぶきや主催のイベントも多く開催され、ファンミーティングでは開発スタッフのトークが実施されている。イベント等の広告担当キャラとして、スーツ姿にフレームアーキテクトの頭部を被ったアーキテクトマンが担当しており、総選挙イベントでも対象に選ばれるなど人気を博している。なお、当イベントで1位を取ったことにより、 急ポッシュ化されるなどマスコットとしても人気を博す。シリーズ当初は世界背景があるのみで深い掘り下げは行われなかったが、途中の製品から文字媒体で部分的に世界観やキャラクター設定を覗かせるストーリーが挿入されている。途中のバリエーション機のパッケージでもイメージイラストが描かれるようになり、戦闘の様を覗かせる。主に世界観は、 各製品の説明書や、モデリングムック、イベントでの年表などで、バックストーリーや、サイドストーリーをいくつも重ねる形で綴られている。ただし、シリーズの世界観設定の更新と変更によって、旧版とリニューアル版の説明書では、内容が異なるものが存在する。書籍で掲載されたものの一部は、インターネット上でも公開されている。基本的に細かいところなど、 ユーザーの想像の余地を与えることを前提に設定されている。公式ブログ等でも妄想設定と注釈を入れることがある。近未来の地球で人類は未知なる可能性を求めて地上、海底、航空そして宇宙といった各領域を開拓するプロジェクトリスフィアを立ち上げた。これは枯渇し始めた資源の代わりとなる新たな資源 T クリスタルの発見。 確保により新たなる動力源、ウシステムが発明され、全世界に普及したことでエネルギー問題が解決され、同時に増えすぎた人口の生活領域の拡大を目的として人類の明るい未来を見つめて、超国家的に世界規模で行われる一大プロジェクトであった。この計画が考案される一つの要因がフレームアーキテクトの存在である。ファは世界中の企業、 技術者、グループで設立された世界連盟科学技術機構の開発した駆動骨格であり人間を拡大させた姿の特殊汎用重機としても運用され人間の動きを完全にトレースし装備を追加することで様々な領域での行動が可能となった試作型ファは10年の歳月をかけて試験を実施しファタイプ001として日の目を見ることになるファ タイプ001は人間型の重機だけでなく各部位に動力や燃料電池を搭載することで独立稼働することも可能であり状況に応じたコントロールソフトの変更で人間型以外の形態や部分的な仕様も考えられており通常の重機ユニットとして部品も生産されていたしかし本来の目的が実現されることはなくその汎用性が 戦争の道具として使用されることとなる。その背景には、プロジェクトリ、スフィアの中心人物が、消息不明となり、彼が月に残した月面プラントの制御 AI が突如、暴走。そこで製造されていたアーキテクトが、プラントごと人類に牙を向き、適正アーキテクトである、アントを、高過程で地球に送り込んできたことがあった。人類はこれに対抗するため、 地球防衛機構を設立し、プロジェクトの領域開拓用に用意されていたフレームアーキテクトを戦闘用に改造したフレームアームズを開発する。月側のフレームアームズと地球側のフレームアームズの戦いが始まった。地球防衛機構側、月面側が用いる駆動骨格でフレームアームズのスカラだ。地球側がバイザー型、月面側がモノアイ型の頭部を使用する。 月面側の機体は地球側からアントの通称で呼ばれる。これは戦争開始時点で月面側のフレームアーキテクトが数で攻めてきた上に生産拠点を投下したためありのごとくさらに大量に出現したことに由来、T クリスタルの発見によって実現した上システムを応用し小型動力ユニット、上ユニットを多数内蔵。これによりフレームアーキテクト単体でも 戦闘可能な出力を持ち、素体自体に手持ち武装を施しただけでも十分な脅威となる。前述の動力ユニットにより人型から逸脱しても運用が可能で、月面側のフレームアームズが先んじて独特の形状をした機体や合体機、可変機を登場させている。地球側からは月側のフレームアーキテクトは無人機という認識となっている。しかし、 月側のフレームアームズが開発され始め、バイスハイト登場あたりから、有人機と思われるような示唆が見られる。マガツキ及びドゥルガーでの説明では、遠隔操作用インターフェースとして操作しているという、文章の下りがあり、中継機を介して、別の場所から AI が指示を出している模様。世界観概要での説明の通り、機体ごとに制作背景や関連ストーリーが掲載されているが、 公式側が用意した一つの創作ということで、ユーザーの想像の通りに設定を付け加えても良い、方針となっている。フレームアーキテクトに、サポートジェネレーターを内蔵した走行や、推進機などの移動用の外装パーツを取り付けたものを、フレームアームズと呼称する。はじめは、地球側が開発したが、戦いが進むごとに月側のアントが真似て、独自の機体を製作したり、 地球側の機体を露革したり、圧倒的な新型を開発していく。一方の地球側もコスト度外視の特化型機体と汎用性を持たせつつ強化する計画を打ち立てて対応していく。また、月面側の機体を露革し、逆に地球側の技術も上げていく。しかし、一部は急進派として月側と接触した独自の機体を開発。該当機は、 結局地球側で回収され、特定のパイロットが使用することに。レイハルクスが登場した月面戦の終局及び、それからの戦後は新たなる陣営による水面下の戦いが行われている。同時に、レイハルクスの解析によって得られたテスタログから、活陣営側の戦いの目的も明らかとなった。なお、プラモデルとしては地球側と月側で違うデザイナーを採用する。 方針をとっている。当一覧では一般製品にはなっていない設定のみや作例で設定された機体が存在する。地球防衛機構側の機体一覧月面側の機体一覧基本的に地球側の目線で世界観が語られているため地球側が定めた認識型番を用いる。型番はノーブルサテライトガードの略。所属不明機がグラフィックにおいて 史上ゆきまさ、白雪、小四郎のフレームアームズコミックとして14話まで連載されていた。現在、連載元が閉鎖されているため、閲覧不可。一部製品の、ゼリフカール VS フレズベルクイコールアーテルには、ブックレットと DVD が付属されたものがあり、フレームアームズ同士の 3D バトル映像、A ヴァイオレントストラグルが収められている。制作は、スタジオ a c a t フレームアームズが発売された2009年の冬に開催されたコミックマーケットでデザイナーとして携わる柳瀬隆之の導入誌 RW09 に参加した島田文仮が描いた擬人化イラストが発端。略称は FA がある。なお、当初はアルファベット表記での略称である FAG も使用されたが、綴りが英語圏においてホモセクシャルに対する別称と同様のため、 現在は公式では使用されていない。シリーズ継続の可否の課題が残る状態の中、2015年5月に発売された第1弾のとどろきがみなりが大ヒットし、模型雑誌界隈でも大きく取り上げられていく人気商品となる。当初は、柳瀬と島田2名のデザインで展開されていたが、FA に携わる他のデザイナーがこちらにも参加する形で、 ラインナップが広がっていく。基本的に FA をベースに製品化しているが、FA があるオリジナルの製品も製作されている。模型としての種類は、FA と同じく組み立て式プラモデル。自由にポージングが可能であり、素体自体もシリーズを減るごとに改良がなされている。パーツ構成は、フレームアーキテクトに相当する、人型の美少女モデル素体と、装甲、武装パーツ類。 全長約15センチメートル。スカラダや外装パーツに3ミリメートル軸穴があり、FA のパーツや互換対応しているコトブキヤの製品やパーツを接続可能となっている。なお、一部商品には道路の装飾品に対応させるためのパーツも付属し、稼働する道路としても遊ぶことができる。トミーテックが発売しているリトルアーモリーと連携しており、一部製品を同梱している。 概要にもある通り、途中で世界観などの背景設定が導入された FA とは異なり、FA ガールについては特に設定は設けられていない。そのため、FA が1、100スケールであるのに対し、FA ガールは1といったスケールの表記もないノンスケールとなっている。基本的に擬人化の対象機及び一般販売されたもので区分け、オリジナルについても、 一般販売をベースに記載。限定版などについては、特性部分を該当製品で記載する。フレームアームズガールのアニメ化作品であり、テレビアニメが2017年4月より6月まで放送された。ことぶきが所在している、東京都立川市が舞台となっており、立川市に本部があるスーパーマーケット、稲毛屋や地元のゆるキャラのウドラなど、立川市に関するネタが、 随所に盛り込まれている。人間のキャラクター及びフレームアームズガールの一部描写を手書き、FA ガールの全身描写を 3D で分けて描く。3D モデル制作については、プラモデル原型担当が監修として携わっており、プラモデル用のデータを提供している。本来、どの製品も同じ大きさだが、アニメ制作側からの要望で一部のキャラは体型を若干変更している。 本作は FA ガールの売れ行きが順調だったため、社長の発案で反則目的として従来のアニメと同じようにことぶきアのプラモデル関連での利益をもとに制作されている。また、失敗のリスクのことも考え逆に自社の会社規模を考慮しつつ、しっかりとしたものを作り、次へ繋ぐチャレンジに運べるテストケースとするため、制作委員会方式を取らず、 実現までの補助はあったが、制作費の大部分を、コトブキヤが自社でまかなっている。FA ガール自体は、スケールサイズを含め特に設定を設けていないため、アニメ版においては、FA ガールを、プラモデルのものと同サイズとした上で、独自の設定を設けて構築されている。漫画、フレームアームズガールラボデイズや小説、フレームアームズガール可愛いってどういうことと関連性があり、 アニメの世界観の設定をある程度保管している。なお、作品展開としては2017年1月にアニメに先んじてウェブラジオが始まっており、2017年3月にドラマ CD が発売されている。2021年に発売された、ことぶきやプラモデルシリーズ、はじめいろどり少女庭園にて、アニメの登場人物であるゲンナヤオの企画も告知された。 2018年開催のアニメジャパン2018において続編の制作が発表され2019年6月29日には総集編として劇場アニメーションフレームアームズガールキャッキャウフフなワンダーランドが公開されたアニメ制作として参加しているスタジオ ACAT は以前にフレームアームズの映像作品を作ったスタジオでもあるある日 高校一年生の少女、源内青の家に宅配便で、小包が届く。父親からの高校入学祝いだと思って開けてみると、中には、FA がある、とどろきがみりが入っていた。青が、ただのおもちゃだと思って触っているととどろきがみりは、突然起動し、意思を持って話し始める。青は、直後にファクトリーアドバンス社から送られてきた。 とどろきがみなりと同じ FA ガールのスティレットとバーゼラルドからとどろきがみなりたちが FA 社から送られた最新型の FA ガールであること手違いで青の家に届けられたとどろきがみなりが世界で唯一起動したスカラダであること青が FA 社の商品モニターに選ばれとどろきがみなと共に生活して感情を学習させたりバトルをさせたりしてそのデータを FA 社にフィードバックすることで アルバイト代が入ることを告げられる。その後、バトルデータ収集のために送られてきた、マテゲや姉妹、人来、アーキテクトも合流して賑やかに暮らしていた、青の家に、突如として轟雷たちとは別企画の、最新 AFA、ガール、フレズベルクが来襲する。最強を自負する彼女は、轟雷に、初めての敗北を味わわせて悠々と立ち去り、と雷は、 初めて悔しいという感情を理解し、パワーアップを望む。青も彼女の期待に応えるために、これまで全く知らなかった FA ガールとプラモデルの知識を身につけようと決意し、その思いを FA 社に伝える。その直後に届けられたキカミナ雷用の改造パーツを青は独力で組み立て、カミナ雷は後来海へとパワーアップし、フレズベルクとの再戦に備える。 一方で、FA ガールたちと青の日々の思い出も深まっていき、彼女らが同じ夢を見るほどになる。そして冬のある日、フレズベルクが再度、青の家を訪れ、青を人質にとって轟きがみなりに再戦を要求する。それによって轟きがみなりは初めて怒りに目覚め、フレズベルクと互角の戦いを繰り広げる。激戦の末に、 ブレーカーが落ちたことによるバトルシステムの緊急停止で勝負は引き分けに終わったが、フレズベルクは次に轟き雷が負ければ、青の家でのデータ収集は中止、FA ガール全員が FA 社に回収されると言い残して去っていく。その言葉を聞いた轟き雷は青を大切に思う、あまりに不安にとらわれ、青のことを過剰に心配するようになる。青は、 王者区部人なフレズベルクの物言いの真意を問うために FA 社に出向いてフレズベルクから直接話を聞きフレズベルクがバトルが大好きでバトルに対してはとても真摯で真剣なことを知り孤独を自称しているが実は仲間を欲しているのではないかと考えるそしてとどろきがみなりも青の気持ちを聞き自分の気持ちを素直に表現することで不安を乗り越える数日後 とどろ雷は、青たちの思いとともに、青の家に現れたフレズベルクの強化版、フレズベルクイコールアーテルとのバトルセッションに臨む。フレズベルクは、圧倒的なパワーを発揮するが、バトルを観戦する青は、フレズベルクにバトルを楽しんでいる雰囲気がないと感じる。青が感じていた通り、フレズベルクの AS は強化プログラムによって支配されて、おり、やがてプログラムの負荷に耐えきれなくなって、 暴走状態に陥る。とどろ雷は、他の FA ガールのパーツと力を借りることで、フレズベルクに勝利し、彼女を正気に戻すことに成功するが、バトル終了直後に FA 社に回収されてしまう。しかし、これは、数々のバトルで若干の不具合が生じたとどろき雷のラ体のメンテナンスのためであり、とどろ雷はすぐに、青の家へと帰還する。 FA 社は青に対してフレズベルクの一件を謝罪し、今後はバトル機能を優先するよりも FA ガールそれぞれのエースを尊重するように方針を転換することを約束。青の家にはバトルに対応した大容量のブレーカーが FA 社によって設置され、青は引き続きとどろきがみなりのマスターと FA ガールのモニターを担当することとなる。クリスマスイブの日、 新たに騒動となったフレズベルクの歓迎会も兼ねたパーティーを楽しんだ後、トドロカミナリは青からクリスマスプレゼントとして、現代の名字をもらい、現代トドロキガミナリを名乗る。その姿に人間と FA ガールの理想の関係を見出した他の FA ガールは、トドロカミナリにとっての青のような自分だけの特別な存在を探すために旅に出ることを決意。FA ガール全員で、 別れのライブを開いた後、青ととどろきがみなりに見送られて旅立つ。その頃、FA 社では、新たな FA ガールが誕生しようとしていた。人間、ラボデイズの登場人物、フレームアームズガール装鉱別の固定兵装は、プラモデル版での設定に基づく。アーマーに装備された固定武装とは別に、戦闘中に敵に出現させて使用する武装ユニット。アニメでは、 バトルデータ収集のために FA 社から送られてきており、一般販売されているものとは大きく異なるという設定になっている。これらの武装はコトブキヤから発売中の汎用武装パーツ、ウェポンユニット、ヘビウェポンユニットを元にしている。プラモデルとしての組み立てと仕上げの出来が、バトルセッションでの性能にも反映され、プラモデルに関しては、 全くの素人の青が組み立てたものは意図せぬ誤作動や故障を起こしている。エンドカードは各放送局で違うものになる。当パッケージはアニメ作中での宅配箱と FA ガールの製品パッケージを模したものを採用している。パッケージ単品版の特典として FA ガールや MSG の限定版プラモデルが付属。収録されるスカラダー既存製品を組み合わせることである。 程度再現可能になっているが、特典用のパーツが付属しているため既存品では完全再現は不可。2018年3月7日には、ブルーレイボックス版が発売。こちらは、セッションベース上の折りたたみ式ディスク収納パッケージや、ポエムノートなどの付属品をボックス内に内包している。また、オンラインショップ限定で、セッションベースを模した木製鍋式が付属する。 フロンティアワークスより発売。ラジオフレームアームズガールのタイトルで、2017年1月25日から2018年4月4日まで、響きラジオステーションにて配信。各週水曜更新で、アニメの放送期間は毎週水曜更新。パーソナリティは、カホセイビ、アヤセ長江理香。トークのほか、ラジオ冒頭では、ミニドラマが展開される。 2018年4月25日には続編の制作に伴い番組をリニューアルしタイトルをラジオフレームアームズがある改めに変更して配信を再開したニコニコ生放送でガチトークに個性フルスクラッチライブという放送タイトルで配信パッケージ販売元のポニーキャニオンと原作のコトブキアの社員がアニメの振り返りや ユーザーの事前投稿によるマイフレームアームズガールの紹介、ガイアノーツによる塗料紹介などが行われている。また、ことぶき屋によるスポンサー出資の話や、社内でのカナダドル及び 3D プリンターによるモックアップ制作の様子も公開されている。劇場版の公開に際しては、タイトルの頭文字を取ってフルスクラッチライブクワで配信。つねいしによる フレームアームズガールのコミカライズ、フレームアームズガールラボデイズが月刊コンプエースにて2017年2月号から2018年1月号まで連載。監修協力は赤尾デコ。テレビアニメの前日単にあたるストーリー。なお、アニメ本編のキャラとやや食い違うことがある。また、スピンオフとして、フレームアームズガール金型デイズがツイッターで公開されている。 こちらはアニメで描かれた学園シーンをベースとした4、コマ漫画となっている。テレビアニメのノベライズ作品が、ファミ通文庫より発売。著者は、出島文フカバーイラストは、島田文兼、口へ、本文イラストは、河村康介、原作は、小飛きや、監修協力は、赤尾でこ。アニメの時系列を補完する内容となっている。ネットから、 パチスロフレームアームズガールが2021年2月8日に導入。パチスロフレームアームズガールを再現したパチスロシミュレーターアプリパチスロフレームアームズガールが2021年2月24日にリリース。フレームアームズガールキャッキャウフフなワンダーランドが2019年6月29日公開。テレビアニメ版の総集編かつ新規シーン。 新曲を加えた構成となっている。チケットの特典として、プラモデルサイズの FA ガールに合わせた映画館の椅子に組み立てられるペーパークラフトが付属。一部製品は、原型制作側の提案やユーザーがコンテストに投稿したものが採用されている。この節では、商業関係者を挙げる。なお、一部のデザイナーは、パッケージイラストを兼任。 フレームアームズガールに関するカテゴリーフレームアームズガールキャッキャウフフなワンダーランドに関するカテゴリーありがとうございます。